関西学院大学2月1日の問題ばっかりで統計目指すんだったら、まあ、30分ぐらい小基礎仏法じゃん。これが一番難しいんじゃないかなと思いましたね。東大クラスとかでもこいつには注意しろって教えてた。本日始まりました、ムテツチャンネル。さあ、いよいよやっていきたいと思います。2023年関西学院大学2月1日の問題の公表行ってみたいと思います。もちろん英語ですけどね。簡単に言えば、まあ、基礎問ですね。基礎問題ばっかりです。ちょっとレベルが高いかなと思ったのは2問かな。あとはもう本当に基礎問題ですね。まあ、いわゆる日東駒線レベルと言われるレベルです。今週僕は大岩の一番初めの英文法を使って基礎を教えてるんですけど、もうさ、今日教えたものもいっぱい出てるっていうね。基礎英文法のね、復習みたいなのやってるんですけど、そのレベルの問題がたくさん出て、で、まあ90分ありますが、まあマーチ目指す人たちであれば、まあ50分ぐらいを目標に解いてもらえればいいかなと思います。統計目指すんだったら、まあ30分ぐらいで解けると理想かなと思います。そんな解けるつか、こんなに問題そういうの。いや、解けます解けます。だいぶ6つもある。いや、余裕で解けます。では感覚受けてない人でもわかるような文法問題からいきたいと思います。大問4からですね。で、同じものって出ますから、ぜひともね、基礎問題の復習だと思ってやってください。はい、では行きますね。最初の問題、 You might as well give up camping today as the storm is coming ですね。はい、 might as well の構文ですね。キャンプ諦めた方がいいよ、ストーム来てるからって言ってるね。わざわざ後ろに as もう一個置いてんだと。はい、2番、We went fishing only to find ですね。はい、こうだと分かった、結局ってマイナスの意味ね。で、3番が This button and the door will close ですから、はい、命令文プラス and press this button and the door will close。 この3問とももうやったんだよ、今週。全部載ってるじゃん、超基礎文法じゃん。はい、で、次は Monica considers her artwork of all of the entries だから、はい、 of all って来てるから最上級、the most exciting が正解。 You can see a statue on your left なんとか、 head is like a bird's nest。 そうなんだ。で、まあこれは要素の分量起こってるんで、 whose head ですけど、答えは当然で、フーズの塊が前のスタチューにかかってますね。はい。オニアレフトを飛び越えてかかってるので、要素の分離が起こってると。フーズについても説明した。監視の位置に空欄があるときにね、出てくるよって。で、what would have happened if he なんとか mobile phone? はい。would have ですから、仮定法過去完了。だから if の中に had が出てくるので、d の had not had。これもやった。で、I obtained my driver's license なんとか before graduating from university ですね。はい。right before ですね。すぐ前に。で、it was too bad that their way of solving the issue was なんとかっていう風になって、まあ、これが一番難しいんじゃないかなと思いましたね。引っかかっちゃう人が出てくるだろうなと思った。答えは D、less than polite ですね。この less than っていうのは far from みたいな意味ですね。全くなんとかじゃない、ちっとも何々じゃないよっていうやつです。全然ポライトじゃないよっていう D が正解です。他のほら、many more は後ろに複数形の名詞必要ですね。many less polite はもうぐちゃぐちゃ。楽器二つあるし、as much polite もめちゃくちゃですね。だって、much が polite にかかってるのおかしいじゃん。as polite、as みたいなのわかるけど。次、the reason she could become the company's president was, はい、the reason is that とかっていう形ですよね。はい、なんで簡単ですね。後ろに揃ってるからね。her achievements and reputation were outstanding っていう SVC で完全な文来てますから、接続詞の that でおしまいと。次、my training shoes need, はい、need ing, ing の後ろは不完全な文になりますよってやつです。はい。だから、この復習っていうので教えたの7問ですね。10問中7問、超基礎英文法の本で解けるっていうやつですね。それぐらい簡単です。はい、続いて並べ替え問題いってみましょう。大問5ですね。急激な売上の減少はかなりの生産削減を強いた。まずだから、急激な売上っていうので A sudden drop in sales ですね。はい、 drop ってね、下がるですね。 increase とか上がる、 decrease 下がるとか growth とかね、そういう系のやつは in と相性がいいんだよっていうのはめちゃめちゃ大事で、それが forced considerable cutsin production ですね。considerable っていうのも、これも上がるとか下がると相性がいいですね。cut っていうのもこれ下がることですから、reduction とかもそうですけど。で、だからこっちも in と相性がいいね。だから in production っていう風になってます。次、問題が処理されるまで父親は家に留まっていなければならなかった。the father had to stay home。はい、これまでっていうので、until the problem had been taken care of ですね。はい、これだから take care of の受け身。これも今日教えてきた。take care of はセットで1個の他動詞みたいに働くから受動態として使えるよ。
やつです。次、新しいコンピューター以前のものの2倍の速度で情報を処理できる。これはですね、レベルが高くて間違える人が多いやつですね。東大クラスとかでもこいつには注意しろって教えてた。で、まずまあ can process information っていうのは大丈夫だと思うんですけど、問題はこのですね、2倍の速度でのとこなんですよ。まあ at とスピードが相性がいいっていうのは大丈夫ですね。これ知らないためですよ。で、 twice の位置です。問題はね、 twice the speed です。はい、倍数表現プラス the プラス単位で of 何々って言って比べる相手っていうのが、これがすごい苦手な人が多いので、だから twice the speed of ですね。ここにだから age だったらね、年が2倍とかさ、 weight 重さが2倍とか、 height 高さが2倍とかっていうので、ね、出てきたりするのでお気をつけください。次、コール氏は母親に電話をしなかったし、また彼女に花を送りもしなかった。コール氏っていうのはなんか電話でコール氏なんだねって、もちろん発音違いますけどね。 Miss Cole did not give her mother a call ですね。 give 人 a callこれは重要で、はい、ポイントはもちろんこの Noah ですね。はい、Noah ができているから当然統治が起こらなきゃいけないね。 Nor did she send her flowers っていう、はい、統治のポイントです。次、作業員だが2階の窓を拭けるようにはしごが壁に立てかけてあった。 The ladder was set against the wall ですね。はい、このなんとか against っていうので、この壁とかにくっついてる時とかにも使われますね。 Lean against とかね、トイックでも出てきます。で、 So that、 はい、こうできるように、 So that workers could clean the windows っていう風にやればおしまいです。 So that プラス SV のやつで、まあこの can とか could が入ることが多いってですね、楽勝です。で、 twice the speed さえできていれば解けるでしょう。まあ言い換えからバンバン解いていっちゃいましょう。対象が facing ですね。はい、そっちの方向いてる写真だってことだからね、これヒトラーのやつなんだよね、話ね。 look in が正解ですね。そっちの方向を見てる。で、 in a uniform way、 はい、 uniform っていうのは同じ、 uni は1ですからね、だから in the same way が正解。次は refusing ですね。はい、拒むだから refuse の言い換え reject。 ただまあ refuse は to do、 reject は ing なんですけどね。で、次、 scene は、はい、 situation 状況で、 bad は all bad だったから、はい、except ですね、それ以外で。 embrace は、基本的に言い換え問題で出てくる場合は accept で出てくるんですけど、それを受け入れるって考えよね、だから believe。 で、次は false teaching、 はい、間違った教えだから incorrectto beliefs。 enough、 十分、あ、これは文脈ですね。 enough が指しているのは何なのかっていうので、でもバイオレンスにもうんざりだったみたいなやつでね、もう十分バイオレンスを見てきたから、だから拒む。で、次は stand firm against the tide ですね。この流れがあるわけですね、態度ですから、この潮の流れですから、それに耐えるわけですから。 the resist the teachings of Nazis、 ナチスの考え方に反対、自分は従わないってなってたわけね。で、 photograph について言えてないのはどれっていうのは、これ D はすぐにいけると。ナチスに入ってからの写真ですから。で、次はこのオーガストさんに言えることっていうので合ってるのは A ですね。そう、ヒトラーへのね、手あげるのを拒んでるわけですから、はい、簡単。続いて会話問題ですね。大問6、クラークとセラーが喋ってるやつですね。ちゃんとどっちが喋ってるかを考えれば楽なものが多いですね。最初がまあお店の人がですね、 I'm just looking って言ってる時に返事として言えるのはつったら take your time ですよね。 help yourself だとなんか飯食い出しちゃいますよ、これ服選んでるのに。で、次が what size would you like、その後でこれ small とか medium って喋ってるから簡単。で、次もサイズについて喋ってるでしょ、まだ。だから which fits better ですね。はい、fit とする、サイズが合うっていう時に使う表現ですね。 What works for you とかっておかしいでしょ、これだって店員さんに聞いてるのに、なんで店員さんにうまくいくの聞いてるの。次、4番は I'm also looking for some t-shirts だから、はい、探してるで簡単ですね。私は putting on、 身につけてる最中です、おかしいでしょそんな。で、次が May I ask how much you are willing to spend ですね。はい、いくら使いたいか、Please inform me とか選んじゃダメですよ、これ疑問文になってますからね。そう、だ、文法も大事。で、6が理由の as ですね。 As they are made in our store ですね。これさ、さっきもあったし、文法のとこにもあったし、長文にも出てたよね。で、次がだから安いんだよ、 looks great、 それいいねって。で、次は断って No thank you ですね。ラップ、こう包みましょうかって言っていらないってことね。まあファミリーのものだし、自分のバッグあるしって言ってましたよね。で、 Is there anything else you'd like? 他にしたいのあるって言って、そう、自分の服どれにしたらいいかって、そう、前に話してたやつでね、もう忘れちゃってたんだよね、店員がね。だから Yes actually って言って、自分の服だからフィッティングルームに行きますね。パーキングロットに行くわけないでしょ。続いて大門さんの飲み行こうか。あ、地球のクライマットチェンジね、気候変動ね、まあよくあるよね、はい、っていうのはこの人間の行動と
そして自然現象だからフェノメナが正解ですね。次がグリーンハウスガセスを出したから温室効果ガスですね。ほんとさ、中が簡単すぎない？なんでこんな簡単な単語に中がつくのっていうね。generate、産むですね。ちなみに私はもう見る前に generate が入るだろうなと思って見てました。続いて about 25%。はい。パーセンテージと相性のいい account for。これめちゃめちゃ大事ですね。account for 20%。で、次が large amounts of ですね。CO2 のガスの量でしたっけ。で、次が5が greenhouse gas を減らさなきゃいけないって言ってるから、climate change を防ぐだよね。prevent が正解。次が productivity が may increase ですね。増えるの方です。その反対、on the other hand の方が become too hot and dry って書いてあるから、育たない側に書いてあるから、だから逆説っていうので文脈で解けると。7もマイナスの表現が入んなきゃいけないから、suffer が正解。で、8も良くないことだから、productivity の方は decline であると。だからこれ、プラスマイナス考えればめちゃくちゃ簡単ですね、この辺はね。増える、下がるっていうのと、プラスとマイナスを考えれば余裕で解けると。と、A から F の中で2つ選びなさいっていうのも B。E は超簡単ね。クライメットに依存してるっていうのと、increase 増える部分があるかもしれないよっていうのは書いてありました。だからこれさ、でもさ、この増えるところがあるよっていうのさ、6番の答えと関わってんだよ。そう、感覚の問題、他の長文もそうでしたけど、一文中にさ、答えに関わるものが複数あるやつあるよ。あんま良くない問題です。だってここだってさ、空所埋められれば内容値解けるし、空所間違ってたら内容値解けないからね。良くない問題。問い1行きましょうか。ソーシャルワーカーだから、福祉系の人たちですね。が、その高齢者世話する話でしたね。話を聞いてやる1は、actively seek to understand ですね。まあ、後で active listening とか、ヒントになる単語はいろいろ出てた。空所の2が、as、理由の as でしょ。また出てるよ。ほら、同じの聞いてるじゃん。で、3番が have an important impact on ですね。もうめっちゃ出るね、これね。大好きですね。影響するってやつ。超出ます、入試。で、次が4が it is common to find。まあ、it to 構文だしね。すぐ行けたでしょう。で、次5番が preferred。これは may not be preferred。こう多動詞で使ってるから。で、主語人じゃないですから。文法語法でも解けます。次は participate in the conversation。会話に加わる。耳傾ける話でしたね。で、次は for example は挿入句だから、カンマとカンマの間でしょ。だから文法的に考えてもいけた人が多いんじゃないかなと思います。はい、言い換え。fundamental は basic。はい、超簡単。make sense. make sense. だから it is reasonable ですね。理にかなってる。come across as. あ、まあこれは知らない人がいるかもしれないけど、まあ文脈でいけるよね。なんとかのように思われるってやつね。だから given an impression of being. そう。知らなくても文脈でいけるんで。だから表現としては難しいけど、まあ難問では出てない。はい、次が this can be very hard to do. はこれ文脈でいくから B ですね。この letting their minds wander とかね、drift off を言い換えてますね。はい、次が the usual rules of distance do not apply. まあちょっとこの問題は難しいと感じる人もいるだろうなと思うけど、まあ消去法で A 行けてほしいかな。スペースについてね、話してたからね、パーソナルスペースに取んなきゃいけないんだけど、でもほら、相手の言ってること聞いたりするときって、近くに行かなきゃいけないじゃないですか。だから、そのルール通りに行かないよっていうね。はい、3つ選ぶの。これも簡単でしたね。はい、アクティブリスニングが必要っていうのを B 書いてあって、で、ディスタンスね、さっきも言ったこの距離気をつけなきゃいけないっていうのが G でしょ。で、ディメンシアンの人が、そう、do not always だからね、部分否定って正解になりやすいよ。そう、逆にやっぱ全否定全肯定は不正解になってるよね。ということで、はい、ぜひとも受けた方ですね、感想をお聞かせください。そして、これから受ける人もね、役立ててください。いろんな動画との兼ね合いでいつ出せるかわかんないですけど。はい、またやってほしいところね。リクエストもお待ちしております。はい、ぜひ高評価、チャンネル登録を忘れずに。はい、よいしょ。ありがとうございました。Thank you for watching.